はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、ダイソーのよく釣れる釣り具シリーズっていうのがありまして、それをですね購入しましたのでご紹介したいと思います。これですね、1000円で竿とリールと仕掛けのセットになっております。投げ釣りスタートセットと呼ばれているものです。餌は別売り、これはまあそうですけども、この他ですね、バケツ、ハサミ、タオル、軍手、氷、クーラーボックスなど他に用意すると便利なものということでね、分かりやすく書いてあります。とりあえずですね、竿とリールのセットを購入しましたので開封していきたいと思います。180センチですね。1000円ですからね、安いですよね。中には何か入っているのでしょうか。じゃん、じゃじゃん、重り、天秤付き、ちょい投げ、仕掛け、針7号、釣れる魚がキス、カレイ、ハゼなどすぐに使える簡単セットとなってますね。ってことはこれをもう餌をつけるだけでいいということですかね。あ、すごい教科書みたいにですね、書いてありますね。セッティング方法、ハンドルを起こし、こうですね、起こして、起こして、あ、これいい。これ、リール。これ旋盤とかそのぐらいのあれですかね。ほとんどプラスチックでできてるみたいですね。まあスムーズとは言いませんけども、いいじゃないですかね。1000円というで差をはですね、カバーを外しまして、1、2、3、4、ガイドが4つついてますね。これで180センチ、昔ですね、安物の竿を買った時にですね、ガイドがこの金属の部分がありますけど、これがスポンと抜けちゃってですね、で瞬間接着剤ですかね、なんかで直した記憶がありますよね。この短い、細いものだけでも売ってるんですよね、これね、釣具屋さんに行くと。なので交換ができるんじゃないですかね、これね、もしダメになっても。竿が折れるほど大物が釣れるということはですね、ちょっと、まあ、それはまあちょっと置いといてですね、こんな感じになりますね。なかなかいいじゃないですかね。カリ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 とは言いませんね。こっちに倒すとフリーになる。とロックがかかるわけですね。ね、あれ、ああ、これを引っ張ると倒れる。これの中でこうですね。
じゃないですかね。で、糸は何メートル巻いてあるのかちょっと分かりませんけど、うん、それは書いてないんですかね。ナイロン、ナイロンって書いてあります、糸は。竿の素材はグラスファイバー、EVA 樹脂、アルミ、鉄、亜鉛合金ですか。スターターキット、ピンク、セット、ピンク、ピンクって書いてありますけど、これ色違いがあるんですかね。それの色違いはですね、店舗の方ではちょっと見受けられなかったんですけど、このピンクが3つあったので、このうちの1つを購入してきました。ダイソーでですね、1000円高い、もうちょっとね、高いなぁなんて思われるかもしれない、皆さん思われると思いますけど、これ普通に釣り具店で買ったらどんなもんですかね、もう 1.5 倍ぐらいしますかね。ちょっと情報をお持ちの方があればコメント欄の方にちょっと入れていただきたいんですけど、これでですね、早速ね、ちょっとルアーをつけてですね、使ってみたいと思います。じゃあこのあたりでこの開封動画は終わりにします。あ、リール 100m 糸ついてますね。 100m ということは、ウィズ39インチラインってことですね。リール、じゃあこれでですね、実際釣っていきたいと思います。それでは釣り場に行きたいと思います。
りがあったらリールを巻いて仕掛けを上げます。当たりがなければ1メートルほど糸を巻き寄せ巻きます。数秒から1分ごとにこの作業を繰り返します。針が引っかかってるだけだった。小さいすぎるよね。抵抗がすごいね。あ、潜られた。抵抗がすごかったもん。
ちゃい、これもちっちゃい。うん、胸びれについてる。引っかかっただけかね。